どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、モスバーガーさんのオフィスにお邪魔してるんですけども。仕事がなくなって、普通の生活がもうできなくなって、レストランの皿洗いを始めたんです。うん、こんな自分になってみたいとか、こういうところってあいつすごいけど、自分は全然持ってないとか、うん、できるようになればいいわけですよ。今回はモスバーガーの会長の、桜田さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。22歳の時に何していたのかっていう話と、うん、あと今就活生の世代だったらどういったことをするかについてちょっとお伺いできたらなと思ってます。当時の桜田さんはどういった学生さんでしたか？はい、私は高校2年生の時に父親を亡くしてるんですよ。みんな大学受験をして大学へ行くっていうのが都立高校だったんで、はい、当たり前の時代で、一番の理由は父親亡くなって普通の生活がもうできなくなった。母親がパートを始めて、それでも生活が厳しいっていうんで、私は学校へ行きながら夜はもうアルバイトを始めたんです。社会を早く経験できたんですよ。それが実は自分の中では人生の中で一番勉強になったんじゃないですか。高校卒業されてからはどういった、うん、先生も心配してくれて、はい、私はもう飲食のアルバイトをしてたので、はい、レストランの皿洗いを始めたんです、うん、高橋さんっていうそのレストランの店長がいて、うん、桜田君、君はどうすんだいと、僕この仕事をやってみたいと、おじゃあうちへおいでよ、はい、って言ってくれたんですが、で本当に入りたいと思った、はい、でそれを母親に話しました、はい、で母親が泣いちゃったんです。50年以上前の当時は飲食業っていうのは社会的な地位がものすごく低かったんです。水商売って言われたんですね、当時は。で母親が本当にもう一生のお願いだからその道だけには行くなと、っていうんで就活、阪急百貨店を記念機中央広告通信で広告代理店、はい、受けようと思ったんですが、はい、広告代理店の広告っていうことにすごく惹かれて、うん、広告代理店行くとデザインができんじゃないかと思ったら全然違うんですけどね、はい、営業だから、はい、でもまあ普通の会社っていうのがはっきりして、母親もまあそういう会社だったらお世話になりなさいとって許してくれて、でそこへ就職した。ここもまためちゃくちゃ勉強になりました、10人新卒で9名が大学卒業で、1人だけが高卒なんですよ。早く社会に出ちゃったんですよ。見るもの、触れるもの、全部初めてなわけですよ。今学校行って友達見るじゃないですか、はい、そうみんなこう勉強したりね、授業聞いたり、お前なみたいにね、そういう風に思わせてくれたのはその社会です。以前桜田さんとあの、はい、食事ご一緒させていただいた際におっしゃってたのが、はい、モス創業当時から数十年までほぼ1日18時間から20時間ぐらい働いてたっていう話をお聞きしたんですけど、それって本当ですか？本当です。働かされたんではなくて、はい、創業者一緒に仕事したわけで、やっぱり飲食業というのはもともと社会的地位が低いというのは遅れてるんですよ。だからその9時間拘束の8時間労働みたいなものっていうのは当時も当然あったわけだけども、はい、そんなことではこの商売は成り立たないっていうシステムだったら、創業者にある時聞いて、休みって取れるんですかねみたいな、はい、休める時は休む、休めないっていうことはずっと休まないってこと。ちなみに桜田さんは参画しようと思ったのは、そういった強い創業者の思いに惹かれたっていうところですか？うん、それこそ私はっきりって人がいなかったんでしょうね、親戚、はい、甥っ子ですから、はい、私の母親に電話があって、はい、淳は昔なんか飲食業をやってたみたいだよなと、すぐ現場の仕事はできるんじゃないかなっていうのもあったんじゃないですかね。母親はまあ義理の弟のところだったら飲食業でもいいんじゃないかなと、いうこともあって許してくれて、そこからもう49年、はい、フランチャイズっていうね、そのビジネスをしたわけで、うん、皆さんオーナーじゃないですか、はい、リスクを負ってやってるわけです、はい、そういう方たちを募って加盟店にするわけですよ、うん、加盟店以上に自分たちが働かなきゃいけない、うん、質も高めなきゃいけない、うん、ということはやはりフランチャイズ本部に入る人間として最低限のこの基準ですかね、うん、初めは結構困難とか挫折があったのかみたいなところがあったらお話を聞きたいなと思います。それは1号店は今でいう空振りですよね。売上が1日3800円しかないとか、うん、そういう時もあったし、ハンバーガーを誰も知らない、何を売ってるのか誰が見ても分かんない、何を売ってるんだろうということを数少ないお客様に馴染みになってもらって、はい、今ほどこうちゃんとしてない店ですから、うん、まあ見えたらおはようございますって言って、うん、朝早くから大変だねって、ありがとうございます、ちょっとこの仕事好きなんでみたいな、
あ、そうって言ってコーヒーとモスバーガー召し上がって、また明日来るわみたいなことだとか、人で売ってたみたいな、ないや、人間性で売ってたみたいな。ジャニーズ系とは言わないけれども、うん、やっぱ高校生の子にしてみたら、かっこいいお兄さんがいて、うん、コーンスープ一杯でも頼むと相手してくれるみたいな、うん、例えば中学生で、ね、テストのどの辺出ますかねとかね、うん、この辺勉強した方がいいよとかね、はい、そういったことを積み重ねてちょっとずつ大きくなっていったっていう。そうですね、苦労とは思わなかったけれども、モス行くとなんかいいことがあるみたいなことが広まっていったのは事実ですね。ちなみに今の時代に福田さんが生まれて22歳だったら、どういったことをされるとかっていうのありますか？自分が22、はい、自分であれば、とにかく今工学士に燃えてるんですよ。こんな自分になってみたいとか、こういうところってあいつすごいけど自分は全然持ってないとか、うん、でもそれを欠点を認めたくない自分って若い時ってあるんですけど、はい、でもそれを素直に受け止めて、全然できなかったらできるようになればいいわけですよ。そういう向上心が今ものすごく、若い方見てもそう思う、80代90代でもまだ足りないんですかっていうぐらいに、学問だけではなくて、そういう風なことをもっと早く22歳で気がつけなかったなと思います。でも一点集中でやり続けたからこそ今の桜田さんのがあるっていうところを、一方で今戻るとしたら、いろんな分野でもあらゆることに勉強するっていうところは、今の就活生にも刺さるのではないかなと思います。1本目の方はこちらで締めさせていただければなと思います。はい、ますモスバーガーさん、すごい素敵な会社なので、下の概要欄にリンク等を貼ってあるので、よかったらチェックしてみてください。はい、本日はありがとうございました。